次に10番西田明君登壇してください10番西田ですはい私は1問質問を いたします。えー、都市計画道路整備計画についてでございます。はい。えー、森町では中心市街地を主に主にして、都市計画道路が12路線も決定していることに驚いています。今これ22年の。 道路整備計画図でございます。で、色塗りがしてございますが、赤いのは新透明でございます。その沿って走っているのがインター、森、袋井インター線通り、県道であります。はいえー、計画総延長は2万5870メートルあります。その整備率は平成21年度で、 まあこれには新東名も含まれておりますから率は上がっていると思います。まあ、11路線を見れば整備率は約22%であります。この中には、天浜線を横切る路線も2路線ございます。でまあ、天浜線を どうこうするというのは非常に難しい工事でお金もかかるということで完全の整備は無理と考えております。経済の低迷の中で地方へのしあ寄せと軍拡への浪費、これに応用打をかけて人口減少が進んでいます。社会資本整備は必要でありますが、お金と時間のかかる都市計画道路整備、見直しはもとより計画の中止も 視野に入れて考えるべきではないでしょうか。そこでお伺いいたしますが、12路線の中で、今までに事業の見直しをした部分は、路線はあるのでしょうか。2問目に、新田赤松線の測量等、実施したと思いますが、結果と整備の可能性及び総予算はどうなっているか。 また、地元説明会での意見、要望等など、どのような話し合いになっているか、問題点はどこにあるのでしょうか、このことを質問いたします。町長、太田康夫君。 西田議員の都市計画道路は市街地における安全かつ安心な生活環境と良好な都市機能の実現のため将来的な市街地形成の骨格となる路線として都市計画法に基づき計画されるものです森町では昭和45年に町の将来道路,将来道路網計画に基づき 新田赤松線など5路線が都市計画決定され、現在は新東名高速道路を含め、決定路線が6路線、町決定路線が6路線の合計12路線、総延長は新東名高速道路を含め25,870メートルとなっております。これら森町管内の都市計画道路の整備状況でございますが、新東名高速道路の 6920メートルをはじめ土地区画整理事業や街路事業により3740メートル森川橋の架け替え事業に伴い365メートルが整備されており平成30年度末現在の改良済み延長の合計は1万1000トンで25メートル整備率としては42.6パーセントとなっておりますさらに整備済み区間におおむね 都市計画路線として機能している外成済み区間を含めますと、延長19,900メートル、率にし,率にして約76.9%の進捗となっているところであります。一方、議員御指摘のとおり、新年下宿線や大上線の一部区間等、なかなか進捗が見られない路線もあることは事実でございます。これは都市計画道路の多くが高度性 高度経済成長期に将来的な市街地の拡大等を前提に都市計画決定されたという経緯がありその後の人口減少少子高齢化の進行などによる社会経済情勢や交通需要の変化に伴いその必要性が希薄になる等の理由によるものと考えられます。また森町内の都市計画道路に限らず全国的に見ましても未整備路線が多く残っている状況があり 課題となっております森町では平成19年3月に静岡県が策定した静岡県都市計画道路の必要性再検証ガイドラインに基づき平成23年度から25年度にかけ総合計画など上位計画との整合将来交通量の推計道路の配置及び規模など検証の基準を定めた森町都市計画道路再検証評価基準マニュアルを策定し 整備済みの新東名高速道路本町下宿線を除く10路線について事業の再,点再検証を行っております。1点目のこれまでに事業の見直しをした部分はあるかについてのご質問でございますが昭和45年の都市計画決定以降これまで8路線について見直しを行っております。主な見直しといたしましては昭和49年に新田赤松線について 事業実施に伴い、雨の宮、川向市内の主要地方道路、袋井春野線に接続する区間の線形変更を行っております。また、同じく、新田赤松線について、平成3年の森町袋井インタードリー線の都市計画決定の際の交差点協議等を受け、平成5年に日西西牧町交差点から主要地方道、掛川天竜線までの区間の 線形変更を行っております。さらに直近では先に述べました再検証の結果を踏まえ、森町袋井インター通り線につきまして、主要地報道掛川天竜線の延電地内から袋井市山品地内までの4880メートルの区間において、将来交通、将来交通量推計等に基づき、4車線から2車線に車線変更の見直しを行い、 平成29年3月に都市計画決定の変更を行っているところでございます。今後の事業見直しの方針といたしましては、現在、県の事業として、浜松市を中心とする整備、部地域の交通体系調査、西園都市圏パーソナ、生、えー、園都市圏パーソントリップ調査の実施が予定されておりますので、その結果を踏まえ、森町都市計画道路再検証評価マニュアルにより、 再検証を実施した上で平成22年3月に策定した森町都市計画道路整備プログラムの見直しを行ってまいりたいと考えております。これら一連の検証を進める中で未整備道路につきましては廃止も含め見直しを進める必要があるものと考えております。2点目の新年赤松線の測量結果と整備の可能性及び総予算また地元説明会での意見要望問題点 についてでございますが、昨年度、新田赤松線の未整備区間の事業化に向け、実施いたしました予備設計業務では、未整備区間と森町郵便局交差点改良区間の現地測量及び基準点測量を行い、それをもとに、復音や線形の案の作成や、地権者や影響範囲の整理、概算事業費の算出なども行いました。概算事業費は、 建物等の物件保証や用地買収費等も含め、総額で約19億5000万円の試算となっております。また、予備設計業務と並行し、地元地権者等に対する説明会を関係する各町内会で合計4回実施いたしました。地区により整備に対する温度差があったようでございますが、説明会での主な意見として、車社会の中、道路が未整備であることが 街中のの空洞化の一員となっている総合体育館ができたことでより一層必要性が高まっている現道が狭いところを朝夕の通学時間帯などは児童生徒自転車車が多く危険であるため早期に整備してほしい郵便局前交差点は危険であり整備が必要である都市計画道路の計画については承知している土地の先行買収など事業化に向けて 町の姿勢を示すべきなど早期整備が必要であるという公的肯定的な意見がある一方都市計画決定から50年近く経過している中道路整備の必要があるのか人口減少化の中道路幅員1 4ルは必要ないもう少し狭くても良いのではないか道路に多額の事業費をかけるより高齢者福祉等の事業に使った方が良い生活していて不便は感じていない 道路整備のメリットを感じない、道路拡幅により駐車場がなくなるといった否定的な意見もいただきました。このように、新田赤松線の未整備区間の整備については、賛否様々なご意見をいただいており、また、地権者各位との合意形成、県や警察など関係機関との協議、財源やマンパワーの確保といった多くの課題もありますが、以前から申し上げておりますとおり、 将来にわたる森町のまちづくりにとって必要な事業と考えておりますので、粘り強く課題等に対応し、引き続き事業推進に取り組み、事業着手の可能性をさらに高めてまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、森町の都市計画道路の整備計画につきましては、はじめに申し上げたとおり、廃止を含め見直しが必要な路線もあると思われますが、一方、新田赤松線等、森町の将来の 健全な都市形成にとって必要な路線もありますので、再検証を行いながら見直すべきは見直し、推進すべきは推進するという方針で進めてまいりたいと考えておりますので、議員各位のご理解とご協力をお願いいたしまして、答弁とさせていただきます。10番、西田明君。はい。えー まあ、あの再検証をね、22年に作ったものを再検証していきたいという答弁がありました。えー、今の時点では再検証に当たる道路というものはあるのでしょうか中村建設課長。 ただいまの西田議員の再質問でございますけれども、今後再検証する中で、見直しが必要な路線はあるかということでございますけれども、それこそ、町長の答弁の中にもありましたけれども、今後ですね、いろいろなそのパ,ーパーソントリップ調査等を参考にですね、見直し業務をしていくわけでございますけれども、えー まあ、あのまだ決定、えー、ということ、そういうことで決定ということではございませんけれども、お森町のお都市計画道路の中の新田下宿線、えー、という,う路線がございまして、えー、そこ、その路線につきましては、えー、やはりあのはあのうん、物理的にですね、えー、天浜線のガードをアンダーパスするのか、えーえー、それを越す、越すうどう、 橋を作るのか、まあいろいろそのハード的な面でかなりまあハードルが高いような路線になっておりますので、まあここはですね、まあこれからの検証にもよりますけれども、廃止を含めて検討すべき路線ではないかということで考えております。今あの自分があ具体的にどうかというふうに考えている路線はこの一路線になります。以上です。議長、十番。 10番西田明君、はいまあ、今あ、答弁のあった、あ新田下宿線、天、まあ、山線を交差する、非常に厳しいね、えー、条件の悪い、えー、道路だと思います。うん、それからもう一つはあ,あります、インターと田線、これ、天山線を2回交差するようなあ計画となっています。 これはもう当然含めるべきだと思いますがいかがでしょうか。議長、長村建設課長、えー、建設課長です。えー、ただいまのご質問でございますけれども、このインターえっ、ー、と森町あ失礼しました。えー、インタドワ線につきましては、えー、こちらの路線につきましては。えー お互いを渡ります森川橋の架け替えに伴いまして、あとですね新、新東名高速道路の開通に合わせまして、平成12年に決定した路線でありまして、これはですね、やはりあの森町にとって将来的に見ましても、必要な路線であると今のところは考えておりまして、平成22年に策定いたしました整備プログラムの中の位置づけとしましても、 え長期的に整備の整備を検討する路線ということで位置づけされておりますので、今後ですねまだあの検討の余地がある路線ということで、えー、まあ廃止等については今のところ考えておりません。以上です。議長<上>。10番西田明君。このインターとワタ線はですね、森川橋の掛け替えの時に一度話が出ましたよね。そのまままっすぐに計画すると。 だけど実際には今の既存道路を使って森川橋ができたということでその時に多分地元での説明会とかされたと思うんですけどもどんな話し合いになったのか分かれば以上、中村建設課長、え建設課長です。 すみませんあの今のただいまのご質問でございますけれども当時私も担当でなかったということもありましてその経緯については不明でございます以上です以上10番西田明君はいそれではですね新田赤松新田赤松線を少し質問させてもらいますえここにですね平成26年12月議会に その当時、議員であった町長が質問をしております。26年度の当初予算で社会資本総合整備計画作成業務委託として343万3000円が計上されて森町森地区町づくりの会による提言があったことによって都市計画道路新田赤松線の早期整備を含んでこれを 予算付けして、えー、委託をして調査をするということだが、あこの取り組みについてね、えー、現在、お示しいただける考えありましたら、あ答えを、えー、お願いしたいという質問をしております。それに対してですね、当時、建設課長でありました課長がですね、えー、26年度投資予算では、超単独予算でもって社会資本整備、えー 計画、策定業務委託料を計上させていただいておりますと。で長年の懸案であります、役場前から、まあ、これは新田赤松線のことでありますが、ここに、これが電話局へ向か、役場から電話局へ向かった道路ですね、これ突き当たります。そそれからそこを突っ切っ切ていきますと 少しここに広場が空き地があります。まあ、今現在駐車場になっています。で、これ森小学校の側道を通っていく計画になっています。で、側道を通ってもずっとこのまま行くではなくて、この門のところをずっと中へ斜めに入っていきます。そうするとここを。 細い道を入ったところの、また空き地に出ます。かなり空き地がですね。えー、近年、こうに増えてきて。道路計画が調査されたりして。空き地になってきてるのかなと。で。ここ狭いところ。入っていきます。で。これが。天山団地の、向こうから、北から来ている道路。が、向こうに見えます。 ここを路線として整備をするということになっていてで今後どのような整備できるかということを検討するために、ね、この新田赤松線ほか一路線を整備手法検討業務委託として発注をするということで委託業者がその,日のその月の19日に入札によって決まると。 でその委託する内容がです、ね、影響する土地、建物の権利調査、道路整備、復員検討、用地買収および移転保証の対象となる建物調査、そして事業手法、まあ、ということで、これを調査すると、まあ、先ほど答弁の中に19億円ぐらい。 かかるではないかというようなこともありましたけれどもこれを検討する業務であるということで答弁があります。でこの中でね実現可能な整備手法を整理して今後の方針を考えていきたいと考えておりますと答弁しておりますが。 それからあ約3年4年ですか経ちましたどのような進展がああ、えーしえー、担当課としてはあったのでしょうか以長永村建設課長 <laughs>、えー、建設課長です、えー、平成26年、えー、7年の調査あ でえーえー、今おっしゃられたような調査を行いまして、まあ、それをベースにして、ですね、えー、と昨年度お、地元の説明会に入りました。あくまでもですねその平成26年、で答弁した業務につきましては、えー、本当の概略と。 ということで、あの、調査をさせてもらったと。それをベースにして、昨年度、説明会等をさせてもらいました。それで、えっ、ー、と、まあ、あの、その中の、地元説明会の中の感触として、えっ、ー、と、あの、かなり、その、整備に対する熟度が高まっているようなことで、 昨年度予備設計ということで実施をさせていただきました。それで先ほど町長の答弁にもありました通りさまざまな現地に実際に入りまして測量をしたりそれをもとに復員の決定をしたりとかですねいうことで進展をしてきました。この こういうことで、事、えー、業があ確実に、えーとまあ、熟度が高まったということで、えー、今度お、7月には地元説明に再度お入らせていただいて、その後は、えー、個々の地権者等に対して、えーまあ、交渉をしていくようなことで、今のところ予定をしております。以上です以上 10番、西田明君、はい。課長からの説明ではです、ね、熟度が高まったということでありますが、町長の答弁の中ではです、ねえー、本当にこの道路が必要なのか、まあ、早く作ってほしいという声もある一方で、この道路が、ね、本当に必要なのかという声もかなりあるということがあ答弁でありました。 その中で、どうも重苦度が高まっているというのは、少し担当課がそういう感じを受けているだけなのかなと思いますが、いかがでしょう次長、中村建設課長、建設課長です。 先ほどの、まあ、地元説明会の中のご意見ということで何点かあのご報告をさせていただきましたけれども、えー、あのやはりあの答弁していただいた中でもありましたけれどもその7 2 0メートルの延長が未整備区間ありますけれどもその区間の中でもやはりあの区間によっては肯定、えー、的なところもあれば、えー ま否定的なところもありました。で、否定的なご意見が出た箇所というのはですね、主に、えー、まあ,あの新電赤松線というよりも、えー、駅前大門本町線のあたりで。えー まあ必要性について、えー、なかなか否定的な考えを持たれた方もいらっしゃいまして、えー、まあこういうような報告を今回させてもらってますけれども、まあ新田川貨物線沿いの、まあ地権者等につきましては、概ね、あのー、まあ、あの、道路事業についてはご理解をいただけてて、まあ今後交渉によって、 よってまああのその熟度をさらに高めていけるかなというような印象を持っております。以上です。議長十番。十番西出明君。はい。ええー、ですね。この道路整備をですね、えー、多額のお金をかけてやるうということはですね、えー、ただ単に都市計画税を 取っている町だけの負担町民だけの負担ではなくて税金森町の予算全体のお金が使われてくると思いますで、えー、確かに、えー、体育館もある必要だとそこへ行く道路がなかなかないという中で必要だという声もあると思いますが実際ですねこの道路がこの地図をあ 地図,も地図を見ても分かりますように、あの雨の宮団地、雨宮団地、雨宮団地を通って抜けるという道路がね、今現在、えー、あるう大田川の堤防沿い。 まあこれ、えー、城下へ行く線,線ということで、えー、都市計画道路に入っているわけですけども下宿城下線ですかに入っているわけですけどもこの道路の方がずっとですね使いよいと。で、えー、当然、えー、奥から来る人も奥行く人もその神殿赤松線を通って行くよりも。 利用度はずっと高いということになるとアメノミア団地行く人は楽ですよねいいなと思うと思います本当にこれでこの道路が町にとってね将来お金を相当かけてやって利用価値とか町の発展につながるのですかね 非常にちょっと疑問なんですがね。その辺はどうですか。<上>中村建設課長。え建設課長です。えー、この新電赤松線はですね、あのー、まあもちろんあの阿部野宮区画整理の方にお住まいの方々も便利になりますし、えー、整備された沿线の方々。 かなりあの便利になると今あの相当狭い道通ったりしているもんですからねあのその辺のメリットは当然沿線の方あ,あると思います、えーまあ、ただですねあのこの都市計画道路っていう位置,位置づけとしてはあ、まあ、都市計画道路だけじゃないですけれども道路っていうあの、まあ、インフラは、えーとまあ、下水道とかねあのそういう住んでる人しかあの、まあ、恩恵を被らないような えっと、こむれないようなインフラではなくてですね、道路というようなインフラにつきましては、誰もが通れる道ということで、この新田赤松線沿いには、病院もありますし、役場もありますし、郵便局もある、小学校もある、幼稚園もある、まあ。いろいろな公共施設が集積しているようなところを通り抜ける道ということで、 まあこの沿線に住んでる人以外にでもですねあの当然あの恩恵を受ける方がいらっしゃる道になりますえっとまあもうちょっとそのミクロ的に見ると沿線の方だけみたいなイメージで取られているようでございますけれどももうちょっとマクロなあの視点であの見ていただくとですねやっぱり森町全体として必要な道路だということで自分たちは 考えて整備を進めて、整備を進めたいということで考えております。あの、災害とかが、まあ、起こってはいけないですけども、起こった時もも、まあ、あの、先ほどおっしゃいました、えっ、ー、えー、県道の袋井春の線、大田川の右岸側の道路ですけれども、まあ、この道路が例えば、通れなくなったと。 いうようなあときの迂回路としても有効に活用できますし、まああの道路のネットワークというあの意味ではあの必要な道路、まあ、そういう点でも考えておりますのでご理解をお願いしたいと思います。以上です。委員10番西田明君。それではこれをですね計画に載せていくということをもしある前提としていくだったらですね、お金が必要です。その時に。えー 交付金事業としてね、都市再生整備計画事業とか、道路事業、街路事業、防災安全交付金というのが考えられると,と答弁されておりますが、まずこのさまざまなお金の工面という点を見ると、何が考えられるんでしょうか。長長村建設課長 建設課長です。ただいまの、まあ、財源の話でございますけれども、<laughs> 当初、まあ、あの26年当時につきましては、都市再生計画事業の中の補助メニューでやろうというようなところで考えておりましたけれども、なかなかあの国の方も まあどういうところに重点的に予算をつけるかっていうような考え方が毎年変わりまして、その事業については、検討は進めましたけれども、なかなかあのこの道路を整備にするのに最適ではないんじゃないかというような考え方に変わってきまして、いろいろ補助メニューとしてはありますけれども、 えー、今現在あの、具体的に考えている補助メニューといたしましては、えー、今あの、事業を実施しております、周知高校生の事業で使っております、えー、社会資本整備総合交付金事業でございますけれども、その中のメニューとして、えー、通学路の安全対策というメニューがあります。まあ、そ,それに、えー これから載せて要望を本格的にしていこうということで、今のところ考えております。以上です。以長<上>、10番、西田明君。はい、えー。社会資本う整備の中の安全対策ということでありますが、えー、これをですね、じゃあ進めるとなるとですね、これをまた答弁で言っていますが、 新田赤松線の整備に早期に着手できることを前提に、計画策定の準備を進めていくことが必要でありますが、えー、国がですね今、交付金事業を行うにはいろいろ、まああ、いろいろな作成を策定をね、 求めてきてきいるわけですそれで整備計画にはそれに盛り込む事業と効果がそして課題となっている行政課題をどのように解決していくかというようなストーリーを作らなければならないと作文を作りなさいという答弁がされています。でその作文っていうのがね当然こういうまあストーリーを作るっていうことになると十分なその 調査とかした上でね作っていかなければならないと思いますがこの辺はストーリーは作れるのでしょうか議長中村建設課長え建設課長です、えー、ただいまのご質問でございますけれどもまあ、先ほど私申し上げましたえっ、ー、と通学路の安全対策というメニューで、えー、やりたいということで今のところ考えておりますけれども この補助メニューにつきましては、えー、っと、まあ、県、静岡県がまとめて、えー、作っている計画の中に森町が、あの、まあ、乗っかるっていうか、えー、まあ、参加させてもらうようなあところで、えー、まあ、一応補助対象になってくるということですので、既存の え通学路の安全対策の補助メニューに載せてもらうということで考えております。まあその内容については今ちょっと手持ちがないものですからね、具体的にはあのストーリーとしてお,お,しあのお知らせできませんけれども、えー、まあそういうメニューに乗っかっていくというようなことで考えております。で、このあの通学路の安全対策っていうのは、えっ、ー、と国としてもやっぱりあのー 子どもたちを守るという意味で重要な施策ということで位置づけている事業ですので、このメニューに対しましては重点的にまあ交付金が交付されるというような内容となっております。以上です。議長<上>。1番まあこの事業にですね着手していくとしてですね。まああのかなり 時間のかかる事業になるかなと思います。でまたこれからね5年10年と先にいくとますますね状況は悪くなるというような感じも受けます。で、えー、そこら辺を考えるとですね本当に、えー、建設家だけでなくてね地元の 人たちのその否定的な意見ももう賛成する意見も,もう慎重にここに吟味してねお金だけはかけたができないよということではそれはやっぱりまずいわけですからその辺のですね最終的にどれぐらいの期間を 目標にしているのかを最後に質問して、私の一般質問とします。委員長、中村建設課長、えー、建設課長です、えー。ただいまのご質問、事業期間の話だと思いますけれども、えー、まああの補助事業を行うにあたりまして。 今、あの、やはり国として、えー、まあ、補助するところに対して求めているのが、やっぱどのくらいの授業効果があるのかっていう、期間を決めた中でどのくらいの授業,授業効果があるのかっていうところが、えー、まあ、求められるということになります。えっ、ー、と、先ほどの社会資本整備総合交付金の社会資本整備計画ですけれども、えー、5年がワンスパンと、 いうことで、えー、のケースが一番多いものですから、えーまあ、5年である程度の事業をして、えー、5年で、えー、ある程度の実績を出すということが求められます。えーとまあ、この神田赤松線につきましては、先ほども言いました通り、720m の延長がありますので、なかなかこ,れこの、まあ、延長をです、ね、5年間で整備するのは、 難しいということで考えておりまして、えーまあ、半分、1コーク、例えば2コーク、2つくらいに区切ってですね、5年、5年、ないしは5年、うん、プラス、うん、10年くらいとか、まあ、そのくらいのスパンでね、あの、事業の方は進めたいなと考えておりますけれども、えー、ただ、あのまあ、財源がついても、 地権者等の合意が得られなければという話でございますけれども、これにつきましても、えーまああえー、と来,来月、7月には地元説明会に再度入らせてもらって、その後個々に実験者等にご説明をさせてもらって、ご理解を得るというような努力は、ですねあの並行してしっかりやっていきたいということで考えております以上です。 All right.